これと。あ、動いてるキラーやったら終わりでいいです、別に。あ、動いてるでもちょっとレイスとか、ちょっと論外はちょっと無理。無理。こんなつまらないキラー戦うだけ時間の無駄。つまらんのですわ、本当に。猫つけろって言われても、もうつけるところもないんですわ。あ、行きましょう。時間の無駄。やめるけど大事だよね。こんなやつ。まだ、まだな。あの時2台回るまでに止まんなかったら別にやってもいいよ。挑戦者としてね、まあリンジョン君がチャンピオン蹴ったんで、まあ、来てたら、まあ2台回ったら、試合回らなかったら終わるよ。あとキャンプシェルとかつまんなかったら終わるよ。衣装ばらまきが必須すぎて みんな追えないとかそんなレベルだったら無理よ。当然様子を見るけど、ただまだ戦えるレベルならやってみてもいいけど、様子見は見ます。ただやりとしました、やりとしました。ダリナと俺の位置は今前半戦のポイントで、どうしてあれやらなきゃいけないかって時間がないですよ。3人が一気に3台回ってればかなりチャンスなんです。あのガリナと俺がかなりの好きなんですよ。ガリナがどこにいるのか知らないけど、まあ昨日一人での罠で知ってる傾向があるんですよ。こういうのがあると負けるんですよ。嬉しくなって、ザリーナとボレーが触ってるところが回れば残り2台だから、そこを視野に考えてる。ただボレーは積極的なんだけど、他の2人はもう絶対に外れて回せない、不祥事で外れて回せないっていう最大の欠点がある。なんだよ、回すんだよな。ここから全ての始まる。
ダリアが慎重、よく言えば慎重。ダメなんだよ。キラーがここの4代目、もう作ろうと思った瞬間に勝てるんだよ。この4代目を回すやつがエースなんだよ。デッドバイのエース。クルガンがいるとチームが生まれ変わるだろ。あ、凄みのあるプレイヤー、セルナクルちゃん。クルちゃんがいる、いないや、チーム力が全然半減する。あ、普通にやったら勝てるんだよ。つまらんだろ。クルちゃんが本気出したら勝ったんだろ。そしてこういう風に切り捨てることもできる。だって勝つために選んだ道はこっちが最適格だから。ハズレギが目の前にあって会ってもらえばいいじゃん。気持ちたかったら待ってくれるじゃん。必死であのチェックをあの当てるゲームだ。あ、これがヒルちゃんの力だよ。ゴミだよ。一番見えるこれがヒルちゃん。はい、それがヒロちゃん。そばのエース。バーのエース。そのエースに引っ張る。ヤサ。チームの勝利が大切。救助は邪道。チームの勝利を求める。だからヒロちゃんのZ倍は誰よりもすごい。これがヒロちゃん。よし、早い。もう判断能力の速さ。一番ダメなのはね、助けもできないのにそこにずっといるプレイヤー。それと対局、助けができないんだからもう抜けるんだよ。そのスピード速さ、迷いなさ。チームは勝つ。よし、これがヒロちゃん。エース、ヒロちゃんが美しいゲームで勝つ。救助するやつがダメ。